スタバ次の新作はチョコまみれのオペラフラペチーノが帰ってくるで、みんな次の新作情報をまとめたから一緒に予習しよう。ネタバレしたくない人はオペラでも聞いとき。次の新作は1月17日からで、新しくドリンク、フード、グッズが登場するから順番に紹介するな。まずドリンクが3種類、オペラフラペチーノとホワイトオペラフラペチーノとジャンドゥーやチョコレートモカが販売されるね。フラペチーノはコーヒーとアーモンドミルクを混ぜたチョコレートフラペチーノがベースになってて、オペラフラペチーノにはダークチョコとチョコチップ、ホワイトオペラフラペチーノにはホワイトチョコとホワイトチョコチップがブレンドされてて、上はホイップとグラサージュソース、ほんで最後に金子がトッピングされてるんやって。ジャンドゥーやチョコレートモカに関しては公式の詳細な情報がなかったからわからんねんけど、多分ジャンドゥーやがチョコレートモカしてるんやと思う。ごめん。次にフードは6種類登場するんやけど、この生チョコインチョコレートパイやばくない？食べ終わったらこれ口の中絶対抹茶っちゃやで、デートに最適やな。ごめん。ほんでグッズは新しく23種類出るんやけど、その中でもすぐ売り切れると思うのはこのタンブラーとこのリユーザブルカップかな。バレンタインのプロモーションはいつもより早くグッズもなくなるから、欲しいやつは絶対早めに買っときや。盛りだくさんの情報やったから、また見返せるようにいいねとか保存しとき。